斉藤正久は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大佐。宮城県出身。商業、斉藤正吉の息子として生まれる。旧制古川中学を経て、1919年10月、海軍兵学校卒業。1920年8月、海軍少尉任官。1923年11月、第8期航空術学生卒。 1925年12月、海軍隊員に昇進し、空母、法省のり組となる。この補職は、当時特別に技量優秀でなければ、難しいとされた空母への着艦が努力次第で、可能であることを証明するためであり、愛婿である山本56の推薦であった。斉藤は同時に推薦された、三和義勇と共に任務を成功させた。その後、法省分隊長、 霞ヶ浦海軍航空隊分隊長、宝省分隊長を経て霞ヶ浦ゾラ飛行隊長に就任。1931年12月、海軍少佐に進級。1934年1月から5月までアメリカに出張。同年11月、龍城飛行長に転じ、赤城飛行長、海軍航空本部技術部,部員を歴任。百三十六年十二月、 海軍中佐に昇進。1937年7月、横須賀海軍航空隊教官に就任し、第15航空隊副長、霞ヶ浦空付、同飛行長、大村海軍航空隊参謀副長、木更津海軍航空隊副長を歴任。1941年10月、海軍大佐に進級し、台南海軍航空隊司令に転じ、太平洋戦争を迎える。 台南空は、多くのエースパイロットを要して、南方攻略戦の成功に貢献し、ラバウル航空戦を戦った。1942年12月、航空本部院に移動。1944年1月、航空本部教育部第一課長に転じ、第221海軍航空隊司令、第252海軍航空隊司令を経て、1945年6月、 横須賀空付となり、終戦を迎えた。同年11月、予備役編入。海軍の家族三和義雄、山本元水の思い出、海軍航空の基礎知識 P99. ありがとうございます。